面倒見がいいのね。そっちはどうなの？生徒会気合い入れてやってるみたいだけど。問題は多いけど一つずつ解消していってるわ。中でも一番厄介なのは、ソアリング部？そうよ。まったく、望月先輩が引退なさったんだから他のこと始めればいいものを。そんなこと言って結構応援してるくせに。してません。私はいつだって公正なだけです。ふん、先生はちっとも公正じゃないのにね。でさ、その新しいかもスワリング部に、お、噂をすれば。何してんの？葵先輩たちを探してるんです。部活のことでお話があって。葵先輩？部活？そっかそっか、頑張りなよ。はい、それじゃあ。綺麗だよね。そう？水準以上だとは思うけど。ふふふ、かわいいでしょ。ねえ、かなこさん、あの二人ってまさか。うん、そう、今年入った風戸姉妹、理事長の孫だっけ。危ね、飛岡先生と対立しているからって理事長を味方につける気ね。いやー、ないない。やはり抜け目がないわ、あの男。誰だあの可愛い子、またお前の知り合いか。どういうことだよ、なんでお前ばっか。
の？どういう知り合い？この子は私たちの後輩よ。
燃えるわ。掃除とかしてなかったので、こりゃ手こずりそうね。まずはホコリを払って、それから拭き掃除して。そうした方がいいかも。用事があるとかで。夜ちゃんからだ。お前の大切なものをいただいた。回答 Y より。画像が添付されてる。なんだろう。ん？何これ、なんかしましま模様が。